はい、えー、皆さんこんにちは取材するユーチューバーこと入足通信社の須田慎一郎です、えー、今日はですね10月23日、えー、10月23日土曜日です、えー、まあ解散総選挙ね、えー、投開票日までですねあと8日間ということになりました、まあ、もちろんね、えー、期日前投票を済まされた方もいらっしゃると思うんですが、えー、投票日までですね、えー、あと8日間という状況ですあのー、前回前回 えー、公示日ですか、えー、選挙戦初日に当たるわけなんですけれどもあのロケに行ってきましてですね令和新選組山本太郎代表の、えー、ところへ行ってきました。 ねえー、ということで、まあ、その取材結果についてはです、ね、動画で配信させていただいたところなんですが、あのー、コメント欄読んでましたらです、ねえー、ちょっと反省するところがあったものですから冒頭、ちょっとお詫びをさせていただきたいなと久、えー、方ぶりの謝罪するユーチューバーの登場ということなんですけれどもツッコミが甘いじゃないか、ねえーまあ、どういうことかというとです、ね、最初に、えーまあ、街頭演説を聞きまして、ねまあ、段取りとしてはその後に囲み取材というのがあるんですよ。 ねえー、囲み取材というのがありましてですね集まった報道各社初日ですからね、えー、ほとんど全社集まってたんじゃないかなと思いますけどもその囲み取材の中で私が質問をしたんですが、えー、ちょっとツッコミが甘かったね、えー、質問内容としては一言で言ってしまうとですね今回の。 衆議院選挙、野党共闘ということで、まあ、統一候補、えー、候補者一本化というところで、れいわ新選組の、ねえー、立候補予定者の4割を、えー、取り下げるということになりました。で結果的にほぼ,ほぼですね ほぼほぼ、えー、比例区に集中するという形になったんですが、まあ、見てますとね私が見てるところによりますというとやっぱりどうなんでしょうねれいわ新選組にとって譲るだけ譲ってあんまりメリットはないんじゃないかなということが伺えたものですからそう感じたものですから、えー、山本代表にですね今回の、えー、統一候補野党共闘のメリットは何ですかって聞いてみたらですねメリットはないと。 いう答えが返っていました、えー、ツッコミが甘いんじゃないかというのはまあちょっと意外とオブラートに包んでいってしまったものですからねもっとエッジを立てて言えということなんでしょうけれども喧嘩腰しで言えということなんでしょうけどもなかなかですねああいった公の囲み取材の場でですね、えー、しかもですね、あのー、舞台裏明かしますとねあの時ですね意外と集まった社がですねおとなしかったんですよ。 えー、ですから、普通だったら、ね、管理者が最初、えー、質問しましたね、もうあっちからもこっちからもあっちからもこっちからもですね、えー、質問が相次ぐものなんですけれども、あの管理者の取り決めがどうなもなかったようで、れいわ新選組の場合ね、えーまあ、どっかの通信社がですね最初質問しましてね、あとが続かないともうこれで終わりですかみたいなところで帰りますよみたいな、そういうです、ねえー、ことを言われた空気になったものですから、慌てて私が、えー、質問したというね、2番手なんですよ、あれ、実は。 ね、普通だったらあれですよ記者クラブ、まあ、私もです、ね、別に記者クラブ制度、まあ、こんな話はどうでもいいですねということでちょっとツッコミが甘かったということでお詫び申し上げさせていただきたいなということなんですが、まあ、それに関連してなんですけれどもえ今日は注目選挙区。注目選挙区 この選挙区に注目だっていうところをですね。ちょっと2つほど取り上げさせていただきたいなと思いますえ、先ほどですね。令和新選組が譲ったという点で、まああのー、大きく注目されているのが、この東京ハック杉並区をまあ中心とするですね。選挙区ですね。東京ハック、これについてちょっとお話をさせていただきたいんですが、あのー、この東京ハック石原派。 はっと読んでいいのかどうかね。派閥と呼んでいいのかちょっと分かりませんけども。石原派のえー、まあ。 えーまあね、領収であるトップであるです、ね、石原薫さんが出ておられる選挙区で、まあ、自民党公認の前職ということになりましたこれに挑むのがお二方です吉田春美さん笠谷刑事さんん笠谷この吉田晴美さんっていうのはですね立憲民主党の、えー、新人ということになるわけなんですが、えー、笠谷さんはですね維新ですね維新の新人ということなんですけれどももともとですねご存知の方多いと思うんですが山本太郎さんこの東京ックに出る という、ねえー、出馬をです、ね、表明しましまた正式にです、ね、記者会見の場で、えー、この東京ハックから出馬をするということを、えーまあ、あの決めたわけなんですが発表したわけなんですがもともとですね何年かにわたってこの、ね、ハックにおいては吉田晴美さんという方が地道な活動をどうもされていたようなんですね。 あのシングルマザーということなんですけれどもまあ吉田さんね、えー、女性候補ですもちろん言うまでもなくね、えー、ということなんですけれどもそうするとですね、えー、もともと吉田さんを応援していた市民グループがですね大きく反発しましてねまあ吉田さんも、えー、戸惑ったことでしょう落下さん候補としていきなりここに山本太郎さんが、えー、登場してきてしまうというところでまあ山本さんとしてはね、あのーまあ、これまでの話し合い話し合いが何も行われてなかったわけではなくてですね山本さん サイドつまり令和新選組サイドと立憲民主党サイドですね、まあ、いろいろ調整をして吉田さんが降りてここには山本太郎さんが出馬をするというようなですねそういう段取りだったようです。まあ、ある意味でですね どううなんでしょう山本太郎さんの役割っていうとトリックスターというようよな感じですよ、ねえー、まあどっか注目選挙区を作ってですねそこで大暴れすることによって、えー、選挙戦を盛り上げていくつまりハックで勝つことだけではなくてですね、えー、今回の総選挙をですね持つ意味合いであるとか あるいは有権者からの注目注意を引くというようなです、ね、そういうトリックスター的なです、ね、役割を担っている、まあ、立憲民主党というか野党共闘の中にはそういった人材があまりないものですからやっぱり山本さんにここに入ってもらってそして、な成とはいえ派閥トップである石原さんをです、ね、と対峙して対決してそしてそれを破る。 ねえー、というのようね、そういうですからハックに殴り込みをかけたというです、ね、そこまでうまくいったんですが反発したのが吉田陣営だったということで、えー、結果的にですね立憲民主党枝野さんが、まあ、腰砕けになってです、ね、そんな話は聞いてないみたいなことになったもんですから、えー、まあ思いもめましてね結果的に山本太郎さんがです、ね、大人を対応して、えー、出馬取りやめと。 いうことになりました、えー、その後です、ね、山本さんは、えーまあ、その選挙区どこに変えたかというと比例区です今、比例区の方に変えまして、まあ、これについてもです、ね、池袋の西口で、えーまあ、その街頭記者会見というのを開きまして、ねえー、このハックをやめて比例区に回る、まあ、その街頭記者会見についてもです、ね、私取材に行ってきたんですが、まあ、いずれにしてもそういった、えー、因縁のある選挙区なんですよ。 さあ、えー、ちょっと長々となってしまいましたけれども、この選挙区の選挙戦、どうなのかということなんですが、最新の選挙情勢が出ました、最近、最新の選挙情勢が出ました、とある政党がですね、大政党が実施した選挙調査なんですが、まあ、ほぼほぼイーブンです、ほぼほぼイーブンの状況、いい戦いしてるんですよ。 そしてですね昨日、ですか、えー、金曜日、えー、ちょっと残念ながらですね、えー、私はですね大阪の方でとあるテレビ番組の収録があったためにですね行くことが叶いませんでしたけれども、えー、昨日22日ですか、えー、杉並のですねまあ一番大きな駅なのですかね阿佐,ヶ谷阿佐ヶ谷駅前で吉田さんと山本太郎さんが並び立ちましてね、えー、がっつりと手を握るとあなたが押したら次は私が出ますよと。 いうようよなです、ね、山本太郎さん一流のです、ねまあ、応援メッセージといったらいいんですかそういった支援の仕方でもって大きく盛り上げたということなんですよつまり温州、えー、を超えてというかです、ねえー、これまでのです、ねまああのー、いざこざといったらいいんですか物事が、まあ、評価された一瞬だったんではないかなと、まあ、大人の対応を取ったなとでも私ねちょっと話をここにそれるんですけど思うんですよ。山本太郎さんといいうのはです、ねえー、空気を読まない ね、これ自,自分でもおっしゃられてますけども空気を読まないところがある種こう魅力的だったそういった大人の対応をする、ねえー、大人の事情を忖度するっていうのはちょっと山太郎さんらしくはないなと思ったんですがその影響はどう出るのかというところが今後注目なんですけれどもねまあいずれにしましてもですね、えー、いい戦いをしてもともと杉並区というのはですね左派、えー、リベラルの 色が濃いところです左派リベラル色の強いところ市民団体市民活動がですね結構活発なところですからそもそももともと石原さんも苦しい選挙戦を繰り広げてきたんですよところが野党がバラバラ割れているものですからその感激を塗っている時は漁夫の利で持って石原さんが当選を 重ねてきた、えー、それがが野党候補が一本重、ね、もちろん維新っていうのはいますけどね維新っていうのはいますけども、えー、少なくともですねあの純粋な野党という点では、えー、まあ、えー、立憲民主党れいわ新選組社民党、えー、そして共産党、えー、その辺りがですね候補者一本化に成功しまして、まあ、吉田さんに一本化されたということだから比較的いい戦いをしている。これはですね、あのー、今週の 今週じゃないですね、え次の次のですか、えー、31日の投票日まで、投開票日まで、その行方がちょっと分からないという状況になってきます。ほんのの数ポイントの差ですだからといって、石原さんがですね、えー、支持率を下げているというわけではありません。 支持率を下げているというわけではありませんがほぼほぼ横ばい状況で吉田さんもじり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 上積みを重ねていっているさあこの辺りで結果がどう出るのかというところで現状今日23日の段階ではほぼイーブンということなんですがただあのこの両方ともですね重複立候補してます。 えー、赤配率でもって比例区復活比例復活というのが、えー、まあできるまあそういうですね立候補の仕方をしているものですからまあどちらかが選挙区で当選をしてどちらかが比例区で復活当選ということになるんでしょうねですからハッカからですねまあ二人ぐらい国会議員が出てくるということになるんだろうなと思いますねまあいずれにしてもですねとは言ってもですね選挙区で負けるっていうのもこれもですね。 えー、ちょっとね、えー、国会議員としては過落ちになりますからね石原さんとしては是が非でも是が非でも、まあ、今回ね石原人事のことを、えー、言っておりますけども、えー、石原プロが解散してますから、えー、いつものようなですね炊き出しとか滝出しやっちゃいけないよね炊き出しやると、えーね、公職選挙法違反になりますが炊き出しはやってませんというようなですね石原軍団の応援が望めません今回は石原さんそれがどういうふうな影響が影響あるんですかねしかしあの石原軍団の応援というのは。やっぱり無 党派層を取り込むっていう点で、えー、結構影響があるのかもしれません今回はその石原軍団の応援がありませんさあそのあたりがどう結果が出るのか えー、31日ね、こうご期待ということまあ途中なんです、す番組の途中なんですが、31日については、ですね夜の12時から、深夜12時からですね、まあ、あのこれはですね、えー、こう弱小勢力の悲しいところでしてね、本来だったら8時、えー、投票締め切りと同時に生配信させていただきたい,と,いところではあるんですが、まあちょっとね、えーまあ、競争を避けまして、ですね、えー、12時ぐらいだったら誰もやってねえだろうということで、えー、12時から生配信で。 選挙戦をですねレポートさせていただきたいなとこんなふうに思っております。まあその時までにですねどういう結果が出てくるのかちょっとですね今後の推移を見守りたいなと思います。そして次にね用意したのがですね岩手三区です。岩手三区ねあの選、ー、だってもですね山本太郎さんのまあ取材結果をですね配信した後のコメントねまあその時も言ったんですよ小沢さんピンチですよ小沢一郎さんピンチですよっていうことをですねちらっと 民ニ情報として、えー、ねそこにですね折り込んだわけなんですが、そうするとです、ね、コメント欄見てますよね。山本太郎のことはどうでもいいけど小沢一郎の話が気になったみたいなね、そっちの方がですねどうも興味関心を引いたということが人が多かったもんですから、とりあえず岩谷三区をちょっと礼賀させていただきたいなと、えー、こんなふうに、えー、思います。えー、立っている人はですね立候補している人は小沢一郎さんねまあこの方も、えー、知ってました皆さん令和絡みなんですね今回も令和絡み。 ね、ええー、ね,、あのー、ね小沢一郎さんかつて山本太郎さんと一緒にですねもう長ったらしいんで名前は紹介しませんけども同じ、えー、党派に所属していたということなんですね。あのー、ねその小沢一郎さんと共同代表やってましたからね山本太郎さんはね、まあ、そういうような形で小沢さんにも近い。 えー、人ななわけなんですよで小沢さん小沢王国岩手3区どころか岩手県は小沢王国と言われていますまあ牙城ですよねそういった意味で言うとですね、まあ、小沢さん圧倒的な横綱相撲なんだろうなと普通はそう思うんですが実はですねあのいい勝負なんですよ現状23日段階はっきり言いますよ23日段階でほぼイーブンほぼイーブン。 の戦いを繰り広げてますます、あ、事前にですね、えー、そういった状況厳しい状況を小沢さん認識していたんでしょうね、えー、何が言いたいのかっていうとですね久方ぶりにね、えー、十何年ぶりというふうに聞いてるんですけれども、えー、選挙日当日つまり公示日にですね地元岩手3区に入りましてね インサーに入りましてです、ねまああのー、選挙戦第一声をですね地元からという今まで地元に入らなくても当選してきたんですがさすがに今回はですね強い危機感を覚えたんでしょうね、えー、自ら足を運んでですねその後も繰り返し繰り返し地元に入っております、えーまあ、小沢さん選挙戦厳しいっていうことでですね、あのー、知事の達祖夫人であるとかねあるいは、えーね、我が入足通信社にも のですね原英二さんとも因縁の深い森優子さんえ新潟県選出の国会議員ですねえ森優子さんもですね応援に駆けつけるというようなですね結構ですねまあ、かなり一生懸命というか社会力になってですねまあ自分の人脈を引っ張ってきて、えー、選挙戦に全力投球をしているということなんですねまあ、その小沢一郎さん相当強い意気感を持ってます繰り返しますが現状で言えるんです小沢一郎さん落選の危機 というね、えー、そういうようなですね、えー、状況もあるんですがなんとびっくりしました今回。なんとびっくりしました小沢一郎さん重複立候補なんですよつまり比叡区との重複立候補をしている。えー小沢さんがね そういう点では鼻が引きますよね、えー、自らの選挙が非常にこう厳しいと考えたんでしょうね、えー、選挙区で落選しても何とかですね、えー、比例区復活比例復活をですね望んだんでしょうねまあ、これだけ15回連続当選ですよこれまでね、えー。というところを考えますとね どうなのどうなの、ね、重複立候補って許されるんだろうかっていうね年齢も年齢だし自民党だったら絶対許されないとは言ってもですねもうね、えー、その国会議員の座にしがみつくことはですね一生懸命です。 その小沢一郎さん選挙区で負けたことを考えたんでしょうね。重複立候補というね形をとっております。ですからね小沢一郎さんから議員バッジが外れることはよもやあるまい。私はないと思いますね。まあいずれにしましてもですね、もう仮に藤原さんが当選を果たしたとして,もして。も ですね、小沢さんが比例復活小沢さんが当選でも藤原さんは、まあ、イーブンの戦いやってますからね比例復活ということで、まあ、岩手から3人の国会議員、まあ、並び立つということはです、ねえー、小沢さん以外に国会議員が出てくると、まあ、前回も出て、ね、現職だったわけですけどもこういう状況が続きますっていうと、まあ、小沢時代はいよいよ終焉を迎えるのかな岩手ではです、ね、小沢時代は終焉をだってこっちは自民党の えーね、国会議員になるわけですからやっぱり地元でね何か陳情だ何だっていうのがあればやっぱり小沢さんのところへ行くよりは藤原さんのところへというところになっていくのかなと、えー、そんなふうに思いますね、まあ、そういった意味で言うと、まあ、世代交代のですね、まあ、ターニングポイントに差し掛かった、えー、岩手3区というところになってくるんではないかと。 思いますさあ、えー、31日どういう結果が出てくるのかこの岩手3区についてもですね要注目だなととりあえず今日は注目選挙区ということで、えー、この2つの選挙区についてですね、えー、ちょっとレポートをさせていただきました、ねえー、この結果についてはですね、えー、ちょっとまた、えー、入足通信社でも、えー、取り上げさせていただきたいと思いますのでこうご期待と、えーまあ選挙ね、この選挙区の有権者じゃなくてもですねちょっと注目しておいていただきたいなと、えー、こんなふうに思います。